こんにちは。前回の動画参考になりました。ありがとうございます。まあ、間違えても間違えてないもないんですけども、未来のことなんでね、いろんなことを想像する中でコミュニケーションが、仕事になるっていうかね、コミュニケーションはなくならないんで、それが仕事になるっていうのはあるでしょうね、きっとね。で、もう一つ思うのは、仕事を作り出す仕事っていうのができるんじゃないかなとも思うんですよ。まあ、でも今回それを話したいんではなくてね、実はミステイクこそ商品になるっていうね、そんな概念もお伝えできるんじゃないかなと思うんですよ。AI とかロボットっていうのは基本的にミスをしません。まあ、ですのでパーフェクトに最終的な商品を作ってくれるんですよね。サービスも100回やったら100回同じように再現してくれます。すごいことだと思いますよ。もちろんプログラミングで多少の誤差をわざと出すってことはできるでしょうけども、完全なミスってないんですよ。でも人間にはミスをする権利があるんですよね。ここが商品になるんじゃないかなと思うんですよ。花井龍馬さんも音楽をやってたらこんなことってないですか。コピー曲をやってる、コピーバンドをね、なんかの曲のコピーをやってる時にちょっとね、リフとかがうまくできずに別のフレーズになってしまったと。そしたらあれ結構これいいじゃんみたいにね、気づいて、その間違ったリフがメインテーマの曲になっていくってことが結構作詞してるとね、あるんですよ。それからいろんな創作物を見たり聞いたりして、例えば漫画とかね、漫画を自分なりに書こうと思ったら上手に書けないから似て非なるものができると思うんですよ。例えば登場人物のキャラクターとかヒロインの可愛らしい女の子とかを自分で書こうと思ったらそんなに上手くないんで、うり二つには書けないんですよね。だからだいぶデフォルメされたのが結果的にできちゃったら、そっちの方がなんかね、結構いいんじゃないかなみたいなのがね、できちゃうんですよ。だからそういうふうな人間ならではのミスっていうのが新しい創作物を生むのかなと思いますし、ある意味は好きなビジネスになるのかな、好きなビジネスね、そういうものになるのかなと思うんですよね。まあ、そういうふうなことを人間っていうのは、ミスをする権利だというふうに思うんですよ。考えてみるとね、スポーツでもそうですし、いろんなね、学問でもそうなんですけども、ちょっとした勘違いから別の世界が広がっていって、別のルールができていって、別の競技が始まるってことは結構あるんじゃないかなと思うんですよ。多分未来にはそういうふうなミスをする余地っていうのを残していかないと、誰がやっても同じものになる、要するに代わりがあるものになってしまうってことになるんじゃないかなと思うんですよ。で、今回の動画をまとめるとね、オリジナリティ、創造性ってのは最後までなくならないんじゃないかなと思います。なんでね、創造性ってものがいつまでもなくならないかというと、ミスをするからなんですよね、きっとね。ミスをするからそこに新しいものが生まれるってことがあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、こうやって先のことを考えてみると結構ね、面白いですね。今起きてる現象から未来を考えると結構暗くなることって結構多いんですよね。でも何にもないものから全く一から想像してみると、なんか結構いい未来がデザインできるんじゃないかなと思いながら、北海道からのお帰りをお待ちしております。いってらっしゃい。